NHK 大河ドラマどうする家康第22回設楽原の戦い面白かったですね、うん、徳川織田連合軍は長篠城の西設楽原で武田軍と対峙だが織田信長岡田純一は馬防作を作るばかりで動こうとしないしびれを切らした徳川家康 松本潤はわずかな手勢で武田の背後から野衆をかける危険な賭けに出る作は功を奏し武田勝頼前田郷敦は攻めかかってくるが織田信長はその瞬間を待っていた三千丁の鉄砲が火を吹くそれではいつものように年表を見ていきましょう 天正三年五月十七日、信長野田原に八重へ。五月十八日、信長が設楽の極楽寺山に、信忠が御堂山に布人。壇上山の影となり、敵から見えない窪地に三万の軍勢を配置。先人として、その地の徳川家康が、コロ坂の上高松山に布人。滝川一正、橋場秀吉、 庭永秀が東向きに布陣5月19日家康と滝川数と共に連合側前に当てて馬防柵の敷設開始家康重臣石川一正に場所などを考慮し入念に作れと命じた2日間で3重の馬防柵を構築5月20日武田軍軍議。 重心は撤退か長篠城の攻略かを進言武田勝頼決戦を決意長篠城包囲に室賀信年小山田政成ら2,000人余り飛びガス山で以下2,000人余りを残した夜勝頼1万1,000人で滝沢川を越えてアルミ原に進出5月20日犬の国 堺忠次の長篠城救援部隊が地元の菅沼市らの先導のもと則本川を越えて南の山地菅沼山を越えた5月21日辰野国堺忠次の長篠城救援部隊が飛騨川山砦を攻撃不幸図松平これた忠が信玄の伊穂亭川久保信真を討ち取るも 内時に去年39家忠日記の松平家忠の父です長篠城攻撃隊蓬莱寺を目指して退却信長家康の高松山に登って全軍に厳命山形正陰武田信門小幡の一党武田信豊 馬場信春の順で撃退。明け方から羊の国まで鉄砲隊入れ替わり戦った。今川氏真に仕えていた朝比奈康勝は家康のもとに使者に訪れた際如月原の戦いに参加内藤正秀を討ち取り家康の直進となりました長篠の戦い 5月25日信長三河の支配を家康に任せ岐阜に帰還家康三河遠海二国の支配を承認され長年の念願を達成しました新後期5月下旬家康余勢を買って駿府に侵攻城下に放火5月末から数日間今川氏真も 丘陵駿河に進行各地に放火しました今日はこのあたりで失礼いたします